はい、ではチャンネルママでーす。今回はこちら、じゃーん、クレーモアのマルチフェイス L、 マルチフェイス L の紹介です。こちら重っ、めっちゃ重い。3面なんですね。そう、1、2、3面のこれライト、めっちゃ重い。これがまた今まで使ってたライトがこのクレーモア、これがこうやから、これ1面、これ3面で長いそれでもめっちゃ明るかったよな。そう、これでも大概明るかったんけど、でもまあこうしか照らせんもんね。これは言うたら3面で照らす感じやからめっちゃ明るいと思う。で、これがこっちが多分1万2000円ぐらいやったと思うね、当時キャンプでやり始めてちょっと経った頃ぐらいに買った一番高い LED ライトやんな。 うん、それまでなんかな、なんか何だっけ、名前も思い出されへんぐらいのセンルーメンやでって言うて、アウトドアマンみたいなくるっ、夜の撮影が一切できんかったっていう。でそれを買うことでな、めっちゃ照らしてくれたよね。そう、うわすごいわって思ってて、やっぱクレーモアいいよなって思ってたらね、うん、そう、それを上回るやつが3万円約3万ですよねこれ1面1万やばない、3万、すごいよな。しかもこれBluetooth でいろいろ調整できたり、電気オンオフがスマホから操作できる。スマホで全部操作できるってこと？そう、スマホで操作できる。言うたらだから、その明かりのライトの色を変えたりとかオンオフもできるし。そう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 、そう、大型マグとか使ってる人めっちゃ便利やんな。便利、寝るときにじゃあもうお休みこっちみたいな。そう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 、遠隔操作できるから。しかも高いとこにもしつけてたらやっぱね、こう届かへんやん。でもこれはスマホがあれば手元で操作できるっていう優れもの。一応 Bluetooth の接続方法とか全部ここに説明書で書いてくれてるから、ざっくり言うと、うん、アプリダウンロードして、そう、クレーモアのアプリがあるからダウンロードして、そこから設定でボタン設定していって、もうそこでもう完結完結、あとはもう全部スマホで操作。すげえ、すごいよな。しかもこれなんか三脚とかにもつけれんねん。うん、あ、ネジついてる。そうそうそう、横にここにもついてる。ここにもついてる。うわ、そこにもついてんねん。そう、だからこうもつけれるし、こうつけてこうとかできる。どんな三脚よそれそんなグッて曲がるさ。あ、へえ。だからカメラをこう倒す感じで、これっすか。そうそうそう、できるっていう。んじゃあ実際あかん、やってみたらあかん、ごめんトライそうもできるし、
充電もあのこれがついてる充電コード USB でね。 CC タイプがついてるのかな、これ CC タイプ。うん、あとカラビナもついてる。カラビナはここにほらこうついてるから、ここにつけてぶら下げる。すごいな、めっちゃ重いでずっしりくるわ、うん、機能としては。あとはもう光の調節が多分なんや何種類あるんやったっけ、6種類。あ、そうなの。うん、なんかあるって言ってた。オレンジの3段階やら、はいはいはい、白の3段階、オレンジにしても なんか3色ぐらいある。一回つけたり消したりしてみます。はい、ぜひ。はい、行きます。行くよ。おお、ついた。ついた。で、あ、明るさ、はいはいはい、こうやって明るさ、うん、でオレンジ、うんうん、赤、はい、これ青と黄色かな、はいはいはい、でこれはオレンジと黄色、そうで、これはもう青、真っ青、5種類の明るさ調整が20段階。うんうん。で、こう。はい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 。二面、三面。こんな感じかな。はい。すごいな。すごい。で、電池の残量とかもここに出んねん。今 100% 残ってる。うん。消せるし、あ、消した時の状態でまたつく。あ、はいはいはい、うん、そう、明るさも消した時の状態でまたつく。こんな感じやね。はい、というライト、ちょっと昼やったら分かりにくいから夜の映像も入れときます。でこれね、あの買ったと思うでしょ伊藤さんに借りました。アウトドアショップフラテリートさんに。ちょっとどんな感じか使ってみーって言ってくれてありがとうございます。伊藤さんめっちゃいいですこれはい、伊藤さんに行けばすぐ手に入ります。ありましたね、まだ、うん、まだあると思う。数台、数台残ってましたね。うん、スマホで操作できるっていうのはこのアウトドアにめっちゃ役立つと思う。寝る時なんか特に暗いとこをテントに向かわんでいい。ああ、はい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 、確かに。そう、そういう時あるもんね。うん、暗って言いながら床についてから消せるっていうのはめっちゃ強いと思う。高い位置にかけててもスマホで消せるからいいよね。めっちゃいいと思うこれ。みんな気になるでしょ、ほんまに明るいから。3面光るっていうのはすごい広範囲で照らしてくれるんで、はい、気になった方ぜひね、あの糸さんで実際こう照らしたとこ見せていただけると思うんでチェックしてみてください。今回の動画はこれで終わりたいと思います。はい、ティオチャンネルママでした。バイバーイ。